仙台市屋内グラウンドは、宮城県仙台市泉区の泉中央副都心の西側仙台市線総合運動場内にある多目的ドーム施設。愛称はシェルコム仙台。愛称シェルコムは屋根の形状が貝殻に似ていることにちなむシェルとコミュニティを組み合わせた造語である。施設は仙台市が所有し、財団法人仙台市スポーツ振興事業団が、 指定管理者として運営管理を行っている。利用者数は年間約12.6万人。フィールドは人工芝。スタンドは180席の固定座席と可動式の座席からなり、野球、サッカーをはじめ様々なスポーツに使用される。が、フィールドサイズや中央人員の問題からプロスポーツの工業に使用されることはない。しかし近年は、 女子ソフトボール日本代表の総合試合を開催している。この他に泉総合運動場内には J リーグ一部所属のベガルタ仙台の練習場である泉サッカー場や同クラブのクラブハウスなどが隣接している。中学野球でも多く使用され3月に東北各県選抜チームによる東北選抜大会6月に泉区総体メイン会場10月には 泉区新人戦、11月には、県周期選抜大会と多くの試合が行われており、中学野球のメッカになりつつあるが、前日の設備故障や、金具スパイクが使えない欠点がある。ありがとうございます。